続いては山城と松谷で行うグルメ企画、今日はどっちの気分プレゼンランチ。いいね、いい弾け方あった。新しいマッチョさんに、あるお店のテイクアウトメニューから私たちがそれぞれおすすめしたいメニューを選んで紹介します。サーネンさんはそのプレゼンを聞いて、どっちのメニューが食べたくなったかをお手持ちの札を上げてジャッジしてください。わかりました。今日はマッチョタニさんがプレゼン。はい、そうなんです。サーネンさんボディメイクしてると聞いて、食事管理を僕がしたくて、おすすめの弁当を僕が紹介したいと思います。あ、これ嬉しいですね。いいですね。はい、それでは早速参りましょう。今回テイクアウトしたお店はこちらです。那覇市古島にあります高タンパク&低カロリーの肉料理専門店、菊肉さんです。いや、いい、高タンパクって言い切ってるあたりいいっすね、これね。マリエールの隣にあるんですよ。僕も何度か行ったことがあって、沖縄でマッチョやってるなら知らない人はいないぐらいの有名なお店です。そうなんですね。マリエールの隣なんですね。はい、はい、まずですね、私がテイクアウトしてきたのは A のペッパーガーリックライスです。そして僕が選んだメニューが B のたっぷり野菜と皮なし鶏もも肉のバジルソースです。おお、そうですか。いいね。はい、サーネさん、それではまずこのメニュー名だけを聞いて今のお気持ち決めてください。いきますよ。 A のペッパーガーリックライスでしょうか、 B のたっぷり野菜と皮なし鶏もも肉のバジルソースでしょうか。今すぐ注文したいのはどっち？タタンタタン、どうぞ。タタンタタンタタン。はい。なんでなんですか。いや、マチョタニさんがなんか決め台詞ずっと外してるんで、あれ2人で言うセリフとかがずれてるから、ちょっと A になっちゃいましたね。あ、負けてるか。はい、でもね、 B の魅力もね、知った方がいいということで、まだ悩むんですけどね。はい、ここからはいきますよ。はい、誘惑プレゼント。動くところすまっ、動くみんな動いてるんです。はい、ここからはですね、それぞれがおすすめするメニューの美味しそうな映像に、はい、私とマチョ谷さんが心を込めてナレーションもつけてサーネさんを誘惑しちゃいます。ナレーションマチョさんできる、頑張ってよ。頑張ります。お、任せてください。はい、最高。じゃあまず A のバーガーリックライスからです。どうぞ。最高。こちらもう香りがたまらない一品。ニンニクとブラックペッパーが効いた最高の味付け。これ嫌いな人いないですよね。赤身のステーキはなんと 200g も入ってるんです。卵に絡めて、おー、おいしそう。続いてはこちら、野菜が約10種類も入ったヘルシーな弁当。名前の通り鶏もも肉には皮はついていなくて、さらにヘルシー。さらにさらにご飯は白米か玄米かが選べ、不要な方にはブロッコリーに変更可能なんです。バジルが効いたこの鶏もも肉、トラウトにも食べさせたいですね。誰だわ。めちゃめちゃトラウト大好き。ね、大好き、意識してますね、相当。はい。サネさんなんか迷ってますね。はい、いや、迷いますね。上手だった、結構惹かれましたね、マチョさんね。どうですか。じゃあ続いていきますよ。はい、続いては目の前で食レポプレゼンター。イエーイ。目の前で、はい、そうなんですよ。イベント前でくんちをつけていただきたい吉本芸人さんに2種類の弁当を食べてもらいます。その食レポを見てどちらが食べたくなったか判断してください。めっちゃ CA さんみたい。裏方さんじゃないですよね。俺も裏方かなって見た時に自分でも思った。俺だったからびっくりした。はい、それでは A のペッパーガーリックライスから召し上がれ。あー、もう本当にいい香り、真鍋香りでございます。本当にいただきたいと思います。女性タレント、いや、しょうもなくて面白いですね。お口にインストール。いいね。やっぱすごいっすね、肉。本当にタンパク質がボンってきますね。お、ボン。もうサダマスタッフさんじゃないですけど、今日も僕も言っちゃうよ、タンパク宣言。あ、タンパクではなく、よーっ、用意いただきました。はい、タンパク宣言でやりづらいってお前。次、はい、2番目のセリフ続きまして、じゃあポポさんには B のたっぷり野菜と皮なし鶏もも肉のバジルソースを食べていただきたいと思います。はい、どうぞ。見てください、この色とりどりのね、あのエンゼルスカラーの帽子もちょっと入ってますけどね。赤だ。はい、肉をいただきたいと思います。うん、
柔らかくて本当に時間があるならあと一口いきたいですわ。いけすいけ。時間がないので次行きます。それでは決めていただきましょう。さあ姉さんが今食べたいのは A のペッパーガーリックライスでしょうか、それとも B のたっぷり野菜と皮なし鶏もも肉のバジルソースでしょうか。今食べたいのはどっち。ルル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 ということで、サーネーさん B どうぞ召し上がれ。はい、行きましょう。なんでですか、決め手は。いやー、A 一郎のあの食レポの後で、はい、よくポッポが頑張ったなと思って、あの逃げ出さないで。すごいプレゼンの効果が。どうですか。うんめー。バジルで味もしっかりついて、でブロッコリーも、はい、行くと。いいバランスがいいですね。バランスがいい、高タンパク最強これ。僕もお家でいただきたいと思います。あ、いいなはい、後谷さん、はい、那覇市古島にある菊肉さんでした。皆さん今日はどちらの気分でしたか。以上、今日はどっちの気分プレゼンランチのコーナーでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。